基本レーダー75番です。半減期を求めましょう。今100個あったものが50個になるまでが半減期、ここですね。8日経つと1が2分の1になる。半減期は8日になります。16日後、ここはまた半分になるから4分の1になりますから、残留率は4分の1。これ式にしておきましょうか。T 日後の残っている原子核の数は半減期の何乗倍か、半減期が8乗でそこまでにかかった時間かける元の原子核の割合で、この残留率っていうのは元の原子核の数分の今の原子核の数、これが何分の1かっていうのを半減率と呼んでいますから、こんな式になります。この問題はこんな式です。だから16日後、ここに16を入れると2分の1の2乗になりますから、残留率は4分の1となるわけです。3番、残留率が16分の1になるのはいつでしょうか。2分の1かける8分の t 乗、2分の1の1乗が2分の1、2乗が4分の1、3乗が8分の1、4乗が16分の1ですから、ここが4乗になればいいんですね。ということは t は32日後となります。16日後に4分の1、24日後に8分の1、32日後に16分の1になります。